つくば神社、つくば大学計算科学研究センター、共同気象観測所は、茨城県つくば市のつくば山にある気象観測施設。2006年より、つくば神社が所有し、つくば大学が管理する体制をとってきたが、2016年より、つくば神社とつくば大学計算科学研究センターが協力して気象観測を行うことになった。休章は、 筑波山気象観測ステーション。筑波山は関東平野が広がる周辺地域にあって最も標高が高く、相関気象や大気境界層の観測にとって適した山である。このため1893年にはすでに気象、観測が実施され、日本における山岳気象観測の先駆けとなり、関東地方における大気下層の気象を知る上で役に立っている。 筑波山は南太山と助太山の二つの峰からなるが、共同気象観測所は南太山の山頂に置かれている。所在地の標高は868メートル。2001年12月までは、気象庁の筑波山地域気象観測所であったが、同庁がアメダスの統廃合を実施したことで一旦廃止となり、筑波大学が引き継いだ。筑波大学が引き継いだ。 直後の観測所の代表者は、林陽生であったが、林の退官後は、草加博之が代表者となっている。共同気象観測所の主目的は、気象観測であるが、水文学的な研究や、地球温暖化とヒートアイランド現象の識別、環境教育への利用、データ提供による社会貢献も含まれている。観測データは、 つくば大学計算科学研究センターのウェブサイトで公開されている。共同気象観測所での観測データは関東平野で雪が降るかどうか判別する際に役立っており、ウェザーニューズのサポーターから提供されるウェザーリポートと観測データを組み合わせてより精度の高い雪予報の実現に向けた研究も行っている。この他にも観測データは 局地予報や環境モデリングなど幅広い活用が想定されている。現在の共同気象観測所は1928年に竣工した鉄筋コンクリート構造2階建て一部3階建ての建築物である。設計は当時文部省建築家の義主であった福光茂樹が言った。外壁はスクラッチタイル張りで縦長鎧戸付きの窓を持ち、外観は 脳型体を組み合わせた構成をとり、全体的に縦の線を強調したデザインになっている。一方、南玄関の欄間と3階の窓には、半円形が採用されている。内部は、手すりにアールデコ風の格子を入れ、欄間には放射状の格子と霞ヶ浦の保引船が描かれた、ステンドグラスがはめ込まれている。1階は観測室、暗室、整部形室、機械室、 二階は応接館、図書並み研究室、寝室がある。屋外には予備電源室が設置されている。現状では天井は落ち、壁は剥がれ、内部は埃にまみれた状態である。2006年1月1日より以下の17項目を気象業務法第6条に則っ,って行っている。おの,おののデータは一定間隔でまとめられ。 インターネット経由で山麓の大学研究室へ送られている。雨量系のように明治時代以来同じ場所に設置されている機器もあれば、天気系のような筑波大学が新たに設置した機器もある。花粉の飛散量と空気中の二酸化炭素濃度は気象庁の測候所時代になかった測定項目である。 観測機器は2016年3月に更新を行った。幕末から明治の初期にかけて日本では近代的な気象観測設備が整えられたが当時の欧米ではさらに進んで構想や海洋での気象観測を行っており欧米諸国に追いつくためにも早期の構想における気象観測の開始が求められていた。筑波山では気象庁の前身の中央気象台により 1893年冬に気象観測が初めて実施された。その後、ドイツで気象学を学んだ旧皇族の山品の宮菊丸王は、帰国後も中央気象台を訪れるなど、熱心に気象研究を続け、日本で山岳気象研究が遅れていることを憂い、1901年4月より自己資金で速攻所長者の建設に着手。 同年12月に完成、翌1902年1月1日から山品の宮筑波山速攻所として数年観測を始めた。これは日本初の山岳速攻所となった。雲量、気圧、気温、降水量、地震、湿度、蒸発量、地下温度、日照時間、風向、風速などを計測できる機器を保有し、午前1回と午後3回の測定を行った。 この年の気象観測の結果は、アーガブニッサデアミティラレジェスケンベイバチューンガン、アウフデムツクバ波山イムヤーレ1902にまとめられた。同省は観測所の概要を記した、除雪、観測結果を綴った、寄贈表、付録からなり、付録には、東京と筑波の重力加速度の測定結果が記載されていた。なお、この年の9月28日には、アシオ台風が襲来し、 設置時には、急と思われた、風速100メートル以上の風力台が威力を発揮し、正確なデータを測定することができた。長塚説は、知人に宛てた書簡に、この山頂にありては100メートル以上の風速力に遭遇せるなり、その観測の苦心を思うべしと記し、速攻諸職員の苦労を推し量っている。1908年に、山品宮が成居し、 翌1909年に山品の宮家が国に寄贈したことで中央気象台付属筑波山測候所となった。1928年12月に山頂の観測所を改築し、鉄筋コンクリートの原建物が完成。翌1929年1月に当時の中央気象台長岡田武松が視察に訪れた。この頃の測候所の業務は気象観測のほか、 地震の観測、地域の気象と地質、動植物の関係を探る博物の調査であった。速攻書の一角には、調査による最終品や気象関係の資料を集めた陳列室が設けられ、戦前に一般公開されていた。観測は1日6回に増やされた。第二次世界大戦中も休むことなく、およそ30人の職員が常駐して、 大日本帝国陸軍のために気象情報の収集を行った。戦後は中継局の設置が相次ぎ、1957年に水利水害対策用の無線、1967年に東京国際空港との気象レーダー用マイクロ回線、1974年に東京都清瀬市の気象衛星センターとの間に気象衛星資料中継局が置かれた。 1966年に鉄塔2機が完成する。1969年になると広域の自動観測ができるようになったことから夜間に無人化され、1976年4月にアメダスに切り替えられ完全無人化された。さらにリモートセンシングを用いた観測技術工場により、2001年12月、気象庁は筑波山地域気象観測所を閉鎖した。 2002年から筑波大学が引き継ぐまでの4年間は観測が行われず建物だけが現地に残される形となっていた。筑波大学では筑波山山頂で取られてきた100年を超す気象観測データを基調と捉え少し地点が変わっただけで気象が異なることや地表より気象の差異が小さい構造でも約 25km 離れた。 高層気象台のデータだけでは代替できないこと、関東平野唯一の定点、山岳観測拠点であったことを重く見て、大学が観測を継承することを検討した。そして2005年12月、筑波大学生命環境科学研究家地球環境科学専攻待機科学、水門科学研究グループは、学内のプロジェクトとして、筑波山における気象、 水門環境の多様素モニタリングによる大気・水循環の解明を立ち上げ、翌2006年1月より、筑波山地域気象観測所の施設を継承し、自動観測を開始した。1月下旬に行った記者会見では、新聞社8社、テレビ局2社、ラジオ局1社を、はじめ多くのマスメディアが集まり、天気予報に関わる人々からの問い合わせも、相次ぎ、高い注目を浴びた。 また、同年2月には現地説明会を開き、3月からはインターネット上でリアルタイムの観測データ提供とカメラによる画像公開を開始した。データ提供にあたっては気象予報士から意見を募り、公開方法の工夫が行われた。つくば3プロジェクトの公式ウェブサイトは2006年8月に開設された。2008年の日本気象学会では、 気象観測ステーションに設置されたプロペラ型風光風速計と超音波型風光風速計での観測値を利用した発表がなされた。同発表ではプロペラ型の速器では超音波型の速器には見られない平均風向のばらつきが現れたこと、現在の速器の高度では3体の影響を受けない自由大気の測定が難しい風向があることが報告された。 2012年4月からは、筑波山プロジェクトは計算科学研究センターの事業の一つとして引き継がれ、関東平野での降雪予測、筑波山に関連した大気現象の解明、長期的な気温変化に対する地球温暖化と都市化の影響調査などを行っている。2016年3月、筑波大学は観測機器の更新を行った。機器更新作業には、 ウェザーニューズや国立環境研究所からの荷上げ支援を受けた。4月21日から、筑波山神社と筑波大学計算科学研究センターの共同気象観測所としてリニューアルし、筑波山神社、筑波大学計算科学研究センター、共同気象観測所に解消した。これまでは、筑波山神社が山頂のライブカメラ映像の提供、筑波大学が 気象観測データの提供を別個に行っていたが、この連携により、一般人への情報提供を強化し、筑波駅前などにモニターを設置して、気象情報を提供することを検討している。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス、筑波駅より、関東鉄道路線バス、直行筑波山乗車、筑波山神社入り口で下車、筑波観光鉄道筑波山工作鉄道線に乗り換え、 約8分。ケーブルカー終点から約15分上り、到着する。共同気象観測所は、筑波山神社奥の院の隣にある。現時点では、公開講座等の特別な場合を除き、施設の一般公開はされていないが、気象観測の歴史などの展示室を作れないか、という構想は存在する。ありがとうございます。